皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 グランプリの時間がやってまいりました。ということで声の方はですね、だいぶマシになってきました。昨日はお聞き苦しい声で大変失礼をいたしましたが、たくさんの皆さんにご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ということで本日もですね、最新情報を皆さんにお届けしたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。あと皆さん、動画には関係ないですが、風邪、インフルエンザ非常に流行っておりますので、どうかお気をつけください。ということで早速なんですけども、最新情報が入ってきましたので皆さんに共有させていただきたいと思います。いや、もう今でも記憶が鮮明に残っています。 F1 アブダビグランプリ最終戦、最終戦についてまとめ動画を昨日公開させていただきまして、角田裕毅選手の大特集みたいな感じでね、公開させていただきました。その後にですね、ペースだけじゃどうにも無理難題の解決を戦略に求めたアルファタオリ、決定の背景を説明ということで、なんで2ストップではなく1ストップだったのかっていうのをね、簡単に解説させていただいたんですけども、今日はですね、新しい情報が入ってきまして、今フランツトストがブチ切れ中ということでね、ニュースが入ってきました。それがこちらになります。角田裕毅の戦略をめぐり、愚かすぎる、引退トスト、アルファタオリに批判の選別ということで、なんと批判して選別としたということでね、とんでもないニュースが入ってきました。こちらのニュース詳しく見ていきますとですね、F1 アブダビグランプリでの角田裕毅の戦略をめぐって、フランツトスト代表は愚かすぎるとして、スクーデリアアルファタオリの部下たちを批判したと。昨日の段階ではアルファタウリのチーム自身が戦略ミスを公式発表していたんですけども、より詳しいことが分かってきました。それでは具体的に見ていきましょう。恩師に捧げる特別なトリビュートヘルメットをかぶって6番グリッドについた角田裕毅、日本人ドライバーとして佐藤拓磨以来となるリードラップ、レースリーダーを刻むなど奮闘した。これはね、2004年の佐藤拓磨選手以来の2人目の快挙ということで、動画でもお話しさせていただいたんですけども、しかしながら F1 アブダビグランプリの最終戦、直近のライバルが揃って2ストップ戦略を取った一方で、1ストップを採用したことでチェッカーを前に8位に後退したということで、これ結局1ストップだったドライバーって本当に少なかったんですよね。今回の F1 最終戦アブダビグランプリはただのレースではありませんでした。打倒ウィリアムズを掲げ、恩師トストのために走る最後のレース、皆さんもご存知の通り、ウィリアムズを逆転してのコンストラクターズ選手権7位のためには、ダニエル・リカルドの9位入賞があったとしても、角田裕毅は7位、そして角田裕毅単独であれば6位以上が必要でした。そしてここからが最新ニュース。アブダビでのレースをもって18年にわたるチーム指揮官としての役割を終えたフランツ・トストは、角田裕毅のワンストップを決定した部下に対する怒りを口にした。フランツ・トストは、腹立たしい、愚かすぎることに適切な戦略を選ぶことができなかったからだと語った。ピットウォールで話し合い、私は勇気をピットインさせるべきだと言ったのに、うまくいくと言われた。これは単なる算数だ、私はうまくいかないだろうとすぐに悟った。トストは2ストップであっても必ずしも6位でフィニッシュできたとは考えていないが、それでもフェルナンド・アロンソの前でチェッカーを受けることは可能だったと主張する。もしこの発言の通り、フェルナンド・アロンソの前でチェッカーを受けることは可能だったということは、少なくとも7位は可能だったということになります。どっちにしろ7位だったらウィリアムズを倒すことはできなかったので、その場合であればダニエル・リカルドが何としても9位に入るという条件が必要でした。ここで補足情報なんですが、別のニュースサイトにもフランツ・トストはこう言ってたそうですね。チーム指揮官の私が部下に対して命令してでも角田裕毅を2ストップにするべきだった。私の指揮で、私の命令で2ストップにすることで、もしこの作戦が失敗していたとしたら、私は全責任を持って引退していたことだろうと語っておりました。まあこれに関してもほとんどね、たらればの話ですけども、まあ実際に7位でフィニッシュしていたところで、打倒ウィリアムズになってないので、まあそこはね、どうかなと思いますけど、今だから言うが、勇気が7位でフィニッシュすることは 100% 現実的だった。6位に関してはそれほどでもない。予選で我々の後ろに後退したペレスは単純に速かったからだ。我々が失敗したのは、コンピューターの前に何時間も座っている技術者たちが最終的にうまくいく戦略を見つけられなかったからだ。なんか我々が失敗したなんてこと言わなくてもいいと思いますけどね、アルファタオリ。フランツ・トースト自身もそうですけど、今回は
アルファタオルも別に失敗したと思ってないです。昨日の動画でもお話ししましたけど、良かったと思いますよ。まあそれは2ストップだったら本当にどんな感じだったのかっていうのは見てみたかったけど、昨日も申し上げましたが、1ストップだったからこそ世界中の人が魅了されて、1ストップのあのタイヤでハミルトンを抑え込んだすごいやん角田裕毅ということで、やっぱりドライブオブザデイに選出されたっていうのもありますし、 100% 1ストップが悪かったっていうことではないと思ってます。フランツトストはもう後悔ばかりかもしれませんけど、角田裕毅自身もね満足しているみたいなんで。そしてその角田裕毅についてトストは、裕毅は本当にいいレースをしてくれた、我々は彼にいい車と戦略を与えなければならない、それがあれば彼はやってくれると付け加えた。いや、やっとか、おい、やっと気づいたか、やっとわかったか、アルファタオリ、そこやそこや、今年の前半から何をやってたんや、おい。これそうよ、彼に、角田裕毅にいい車と戦略与えたらもうずっとポイント取れると思うぞ。途中いろいろ言われてたやん、なんかもうしょうもない戦略して、もうまともに走れるようなチームで走らせてあげたいっていうコメントいっぱいあったよ。アストンマーティン行った方がいいとか、とりあえずアルファタオル以外のチームで走らせてやってくれとか、本当に YouTube のコメントでもいろいろありましたよ。そこよ、そこに気づくまで3年かかったか、おい、アルファタオル。本当にね、角田裕毅選手にはカリスマ的速さがある。いいマシンといい戦略だけ与えたら、もう言い方悪いけど、ほっとっても彼はめちゃくちゃ速く走るんすよ。それが角田裕毅なんですよ。マシン戦略完璧だったらもうずっと10位以内とか多分いけるよ、絶対。それが今シーズンで分かったことだとしても、僕は大いなる一歩だと思う。2024年からどういったことをすれば角田裕毅がすごいレースをやってくれるかっていうのが今回分かったと思うよ、アルファタオリさん。ストラテジストが謎戦略を取ったり、タイヤが取れかけてピットに必死に戻ってる角田裕毅に対して笑ったりとか、本当にいろいろあったけど、なんなんこのチームはって思ったよ最初は。僕ら角田裕毅ファンがみんな思ってた、いいマシンといい戦略与えたらあとは勝手にめちゃくちゃ速く走ってくれるっていうのを、なんで僕らが知ってんのにアルファタオリは今頃になって気づくんかいな。もう本当頼むよ、アルファタオリさん。本当に、まあ、最後の最後で感動のレースをしてくれたから、アルファタオリとかフランツトストさんを批判することは僕はしませんけど、いやいや、もう角田裕毅の速さ知ってるでしょ、よろしくお願いしますよ。そしてレース後の角田裕毅選手の最新コメントが入ってきましたので、最後にそちらの方をご紹介したいと思います。ドライバーオブザデーで僕に投票してくれた皆さんに感謝します。はいはい、その投票したうちの一人僕です。僕も投票してます。はいはい、厳しいレースでした。一時はトップ6位以内でフィニッシュできると考えていましたが、うまくいきませんでした。でもステイアウトしてワンストップ戦略を試したことに後悔はありません。僕は全力を尽くしたので自分自身に満足しています。全体的に楽しいシーズンでした。序盤はマシンパフォーマンスに苦労しましたが、シーズンを通してステップアップしていくことができました。コンストラクターズ選手権7位には届きませんでしたが、ミスターとファイザーのチームのおかげでシーズン終盤で10位から8位に上がれました。一方で僕は例えばメキシコなどでいくつかミスを犯し、それが結果に影響しました。ウィリアムズチームは素晴らしい仕事をしましたし、彼らは7位にふさわしいです。彼らとの戦いを楽しみました。そしてフランツに感謝します。この3年間を楽しんできたので、彼がいなくなると間違いなく寂しくなるでしょう。どう改善するかについての彼のアドバイスがなかったら、僕は F1 キャリアの中でこれほど進歩することはできなかったでしょう。彼に感謝しています。今後も連絡を取り合うつもりです。いや、素晴らしいやないか。感動やった。本当に今でも感動してますよ。私もう感動して鼻が詰まってきました。もう本当もう本当に、もう本当、もうこんなんばっかりで、昨日からもう本当に、もう皆さん本当にね、最後まで失礼しました。本当にもう最後までご迷惑をおかけして本当申し訳ありません、本当に。ということで、まあ結論としましてですね、フランツトスト部下に対して結構怒ってるみたいですけども、もう終わった話ですからね。それが今度ね、2024年からの開幕戦から最終戦のような走りができるようになったら、開幕戦から激アツじゃないですか。スタートから最高の年になるじゃないですか。もうこれで分かったでしょ、アルファタオリさん。3年間角田裕毅を見てきて、最後の最後、3連目の最後に角田裕毅にいいマシンといい戦略与えたら勝手に走ってくれると、よっしゃやってやろうぜ、来年完璧やぞ。もういいマシンといい戦略与えたらもうね、大丈夫だから、絶対大丈夫だから、コンストラクターズタイトル6位ぐらいは絶対取れると思うから、ぜひ来年2024年よろしくお願いします。そのためにも我々の応援も必要だと思いますんでね、開幕戦からしっかりと応援していきましょう。そして補足ですけども、今アブダビでタイヤテストが行われておりまして、そこで角田裕毅と岩佐くんが現在共演中ということで、こちらに関してもね、また最新情報があれば動画の方で公開していきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。
新作の部屋のサクでした。